すごいね、画質が悪くなっちゃうと思うんだけど、まあ気にしません。いきます。こんにちは皆さん。今日はね、皆さんに私のね、実家の畑、まあ、田んぼっていうのかな、それをね、ご覧いただこうと思っております。まあ、このように、ちなみに辺り一面すべて私の田んぼです。私のっていうか私の家の田んぼです。あれはね、噂に聞くハンマー裕次郎ことうちのお父さん炎上してますね。早速ね、ちょっと今ちょっと、ね、なんかこれ何をしているかっていうと、田んぼ稲刈りが、田んぼでご飯お米を作り終わった後の畑が綺麗になるようにね、燃やしているところですね。で、奥に見えるのがうちのばあちゃんで、今手前でなんかアリンコのようにね、ちなみにお父さん今うんこしてます。ちょっとズームアップしてみましょう。お父さんが今うんこしてるんで、ケツ拭いてますね。うんこじゃなかった、よかったよかった、うんこしてるのかと思いました。あの人平気でね、道端でうんこするんで。皆さん見えますか、これも広大でしょ、土地が。もう全て家ですよ、うちの田んぼですよ。皆さん見てください、これナンバープレートぼかしますね。まあね、実家紹介これぐらいにしてね、本当はね、実家での写真、映像もいっぱい撮ったんですけど、見事ちょっと撮れてませんで、これも撮れてるかどうかね、しっかり確認しようと思います。わかるかな、この広大さ。こんなね、広大な土地で私育ったんですよ。すべて、辺り一面すべて、うちの田んぼです。ありがとうございます。まあ、こんなわけですよ。すげえ田舎だろ？じゃ、だから、野草も取ったんだよ。近所の、墓地の脇のね、林で、親父がうんこしてるの撮ったんだよ。親父がうんこしてるの撮ったんだけど、撮れてなかったんだよ。本当にさ、あのさ、決定的瞬間を逃したのはさ、本当にもう俺も、ダセえなと。反省したよ、マジで。じゃ、ばあちゃんのさ、声も録画してきたんだけど、ちょっと、一回さ、ね、映像と音声止めて探していい？ばあちゃんの声、入ってるかな？多分入ってねえんだよな。ちょっと一回探すわ。じゃあちょっと映像と音声止めるね、一回。あ。いきまーす。すごいね、見せるかどうか迷ったんですけど、ちょっと行きたいと思います。ちょっとね、男性諸君はちょっとね、逃げててください。いきまーす。みーちゃん。みーちゃん。いそしたらそのうち白っぱついていたりね。みーちゃん、ほら、みーちゃん、うい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 、よそを見てみたいね。ほら、知ってんじゃん俺のことね。え、みーちゃん、うい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 、でっかいね、みーちゃんね。あら、白白浮かしてんだ。なに、しらっぱくれてるみーちゃん、返事は？みーちゃん、やおちさ、みーちゃん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 、あ、行っちゃった。まあこのようにね、若干仕方をされてまして、私がね、教育がちょっと足らずにね、大変申し訳ないと。じゃあもっとさ、もっとあったんだけどさ、オフのうんこちゃんをさ、じゃオフのうんこちゃんバージョンしかなくてさ、ほんといっぱいあったんだけどな。じゃババアの声聞こえただろ、ババアの声。ババアの声聞こえただろ、書知らん貸してんだ、おーっつってたのよ。ちなみに、俺もおばあちゃんの言ってることの8割理解できません。おばあちゃんなんつってんだろうって言いながら俺いつも生きてるからさ、書知らん貸してんだーおーって言われてもさ、おーんつってさ、おーんって俺もさ、8割方はわかんねえんだよな、何言ってっか。で、コミュニケーションはね、取れないんだよね、基本的にうちのばあちゃんとは。8割方何言ってっか全然わかんねえからさ、あ、書知らぬ顔してるんだよってことか。なるほどなるほど、そういう意味だったんだね。だからさ、あれなんだよね。
で、うち猫さ、ほんとさ、また増えててさ、15匹ぐらいにさ、なってたから、そういうのも全部さ、見せたかったんだけど、なかなかうまくいかなかったんだよね。多いだろ？ムツゴロウ王国かと思ったよ、マジで。餌どうしてんの？なんか、人間と同じもの食わしてるらしい。おらーよーつって、こいつらをよー、子供だと思ってんだーって言われちゃったからさ、俺そんなこと言われた日にはさ、もうグーの名も出ねえじゃん、マジで。うーんつって。すげえ優しいつって。やっぱ動物に優しい男はモテっかんなーって俺も思わずさ、方言が出ちゃいましたよ。さすがだおーって言っちゃいましたよ、俺も。